羽ばたまは、日本の政治家、元衆議院議員、和歌山県和歌山市生まれ、大阪府立三国岡高等学校、同志社大学経済学部卒業後、公明新聞に入社。1986年の参院選で公明党の比例代表区名簿第14位に搭載されたが、この時には落選している。1993年総選挙で公明党の公認候補として、 旧大阪1区から出馬し、同区でトップ当選。小選挙区比例代表並立制の現行制度が導入された1996年総選挙以降は大阪3区から出馬し、新進党新党兵は公明党と所属政党を変えながら4回連続当選。しかし、2009年総選挙では民主党が擁立した中島正純に敗れ、 小選挙区単独立候補だったこともあって、国政での議席を失った。2011年10月に、恒例のため引退を表明、大阪3区には比例近畿ブロック選出で、中選挙区時代には、旧大阪ロック選出だった、佐藤茂樹の擁立が決定した。2010年に、不祥事が発覚し民主党を離党したが、翌2011年に、国民新党に入党した。 大阪三区に佐藤氏公明党府本部。M S N 産経ニュースオリジナルの2011年10月7日時点におけるアーカイブ。H T T P スアーカイブ O R G 二零一一一零零七一二二九一六 H T T P ニュース、11007 11、STT11 兆17億1938万 7N1、HTM ハット、衆議院議員選挙031109の当選者の回答。子供に、無縁環境を、推進協議会。2020年11月10日閲覧。ありがとうございます。